今日は久しぶりにバントゥーの製品をご紹介をいたします。こちらのバントゥーの N2X というドライブレコーダーとなります。特にバントゥーの製品は映像にこだわっていらっしゃる方や駐車監視を強化したいというユーザー様にとっては非常に人気のドライブレコーダーとなっております。で、今回新しくバントゥーの製品進化しておりますので、まあ、主に進化したポイント、新しくなったポイントについてをかいつまんでご紹介をしていきたいと思いますので、ぜひ興味のある方は最後までご覧になっていただけたらと思います。それではこちらの実機を見ながらご紹介をしていきたいと思うんですけれども、見た感じは N4 Pro や N5 と似たようなボディになっておるんですけれども、これは少しコンパクトになっております。で、さらにフロントカメラ、これ 2.7K 相当になっておるんですけれども、リアのカメラに関しましては車内カメラということになっておりまして、一体ものとなっております。で、リアカメラに関してはこの N2X というのは搭載されていないんですけれども、まあ、その分フロントだけに設置すれば装着できると、使用することができるということで、装着が非常に簡単な製品となっております。意外とこのインナーカメラですね、使い勝手がいいので、後ほど収録動画でもご紹介はさせていただこうかなと思います。で、さらにこの画面に関しましても N4 Pro とか N5 よりも小さめにはなってるんですけれども、まあ2インチぐらいのサイズかとは思うんですけれども、視認性もよく、ドライブレコーダーが機能しているというのが分かりやすくなっている画面になっているかと思います。今こんな感じで収録しておるんですけれども、しっかりと見えるのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。こういう切り替えができるようになっていると、まあ、いうことになっております。なので、まあ、取り付けする際なんですけれども、しっかりとこのアングルの調整、前と後ろとが一体ものになっておりますので、前と後ろのちょうどいいところを狙って取り付ける必要っていうのがあると、まあ、いうことになります。で、私はこのドライブレコーダーに関しては、ここに今ミラーがあるんですけど、ちょうどこのミラーのね、前あたりにつけてます。で、このカメラ自体もちゃんと機能するような位置に合わせて取り付けの方を行っておるんですけれども、まあ、状況によっては保安基準に適合しない場合っていうのもありますので、やはり取り付けの自由度という意味においてはちょっとね、悪いかなっていうところっていうのは、まあ、あるかもしれないかなというところはあるんですけれども、まあ、取り付けは非常に優しいと、まあ、いうことが言えるかなと思います。で、またここなんですけれども、これ GPS 内蔵のマウントになっておるんですけれども、これ N4 Pro とか N5 とか同じようなものかなと思いきや、かなりねごつくなってるんですよね。で、 N4 Pro とか N5 とかも夏場レビューさせていただいたことが実はあるんですけれども、このユニット自体が結構大きいものになっておりますので、やはり両面テープですとね、こう脱落するっていうことが結構あったんですよね。で、今回これね、改良されていて、このブラケットの両面テープ自体の表面積が増えておりまして、まあ、これだったら脱落するっていうことがないかなと思いますので、しっかりと対策をしてきたというところもバントゥーらしいところなんじゃないかなと思います。物理ボタンに関しましては基本的に同じような形になっていて、これ分かりやすくていいんですけど、ここを押しますとですね、ロックで、これ長押しします。そうしますと電源が切れるという風になっております。まあ、駐車監視等もですね、これ付属のシガーライターソケットからも電源取れるんですけれども、駐車監視ができるという点において、このバントゥーの製品ってすごくいいところになっております。確か5分だったと思うんですけど、5分間動かない状態が続くようになりますと駐車監視の機能が働くようになる。今これは動体検知機能を設定しているので、まあ、動体検知が働くようになっているんですけれども、車の中に5分以上いて駐車監視を消したいという場合は、ここのボタンを長押しすることによって消すこともできるということになっておりますので、まあ、非常に使いやすいものとなっているということも、ね、すごくいいところなんじゃないかなと思います。で、また押していただくことによって立ち上がるようになっております。で、物理ボタンはこの下に4つついておりまして、こちら側が、はい、今再生してたんですけど、再生止めるボタンですね。
でまたこうしますと再生が開始されると。左から2番目に関しましてはこの画面の切り替えができるようになっていると。で3つ目がこれがマイクのオンオフだったりとか、あとはここを長押ししますとですね、駐車監視モードすぐにこう移行するということになります。でこれが動体検知、はい、もう今動体検知が働いたっていうのがお分かりいただけると思うんですけれども、で今回少しですね方式が変わって静止画像が撮られてなおかつ動体検知機能で、このバントゥーの優れているところというのはプリレコーディング機能というのが働いておりまして、動体検知前の映像、確か5秒間だったと思うんですけれども、それも収録されて、その後20秒間、25秒間だったと思うんですけれども、その後も収録されるということで、この駐車監視に強いと言われている理由というのがそこになります。駐車監視の映像を後から見直すことによって、何が原因で駐車監視機能が働いたのかっていうことが分かるということになります。プリレコーディング機能がついた動体検知機能というのは皆様にもお勧めできる機能ではないかなと思います。で、あとはこちらですね。で、これは録画中ですとここ働かないので一回止めます。で右のボタンを押しますと、このファンクション画面が出るようになります。で、このように解像度。で、今回の解像度に関しましては、フロント車内、それからフロントのみということなんですけど、フロントのみですと、まあ、2.7K ということになります。で、フロント車内ということになりますと、1944p の 1080p、27.5fps というのが、一番最大値になるかなと思います。で今はこちら 1440p の 1080p 27.5fps ということで設定をしております。でフロントのみになりますとこちらなんですが、最大 2.7K ということ でさらにここなんですけど、フレームレートもなんと 55fps まで高めることができるようになっているということなので、より細かいモーション収録というのができるようになっているっていうところもね、非常にバントゥーらしい製品かなと思います。でまた解像度を落とすことももちろんできるようにもなっているということになっております。あとループ録画1分、3分、5分ですね、この辺は大きく変わらないかなと思います。それから HDR フロント車内と両方設定ができるようになっていて、まあ、オンオフ設定ができるようになっています。 HDR タイマー、これが細かく設定ができるというところも映像にこだわっているバントゥーらしい機能かなと思います。それから液晶反転機能、はい、こういう風に反転することもできます。これ多分新しくなったんじゃないかと思うんですけど、今までね確かねなかったと思います。それから車内の鏡像ですね、オンオフで駐車監視モードですね。で今回は先ほどご紹介した通りで動体検知を設定しています。で衝撃検知も設定できますし、低ビットレート録画ということで収録動画の容量を減らして設定することもできるし、あとはタイムラプス録画設定することもできます。でフレームレートも変えることができるようにはなってるんですけれども、まあ、注意しなきゃいけないのは、タイムラプスは長時間撮影するにはすごくいいんですけれども、音声がね取れないっていうところがあります、まあ、そこは一つの弱点になってくるところなんですけれども、まあ、この動体検知っていうのはプリレコーディング機能で動きを検知する前から動画の収録がされて、でその後の動画ももちろん収録されるんですけれども、常時録画で収録されるので、音声が入った収録動画が収録されるっていうところがあるので、そこがね非常に強いところになってきます。それから駐車衝撃検知、衝撃を受けた時の起動速度の違いっていうのが出てきます。で省電力モードってなりますと、衝撃を受けた後すぐには起動はしないんですけれども、消費電力としては稼げる。で、このクイックスタートモードっていうのは常に待機モードに入っておりますので、すぐに動画の収録ができるという違いっていうのがあります。それから動体検知範囲っていうところですね。で、これがこのような形で範囲の設定っていうのもできるようになっていると、まあ、いうことになります。で今回ですね、新しくなったところがここで、これまだ日本ではね、使えないんですけど、LT 設定っていうのがあるんですね。
で、これ何かと言いますと、今後この N2X それから S1 Pro もそうなんですけれども、クラウド化されていきます。まあ、以前ご紹介したパイオニアの NP1 と同じような方式になると思うんですけれども、この収録した動画自体が、まあ、今はこれ SD カードに入ってるだけなんですけれども、バントル自体がクラウドというのを設けていて、まあ、そこに動画が収録されたりとか、またこれ LTE になってますので、駐車監視中にスマホで映像を見ると、まあ、いうこともねできてしまうというところですね。まあ、そういったところがですね、おそらく機能として入ってくるんであろうと思います。まあ、こちらもですね、日本でも導入されたらレビューはしていきたいなと思います。で、こちらは走行距離等というのが今回見れるようになりました。ヘッドアップ速度と時刻ということで、ここに時間と、ここで速度と時間が表示されるようになります。で、最後はここの GPS 設定っていうところですね。速度単位、GPS 受信の強度であるとか、速度単位、それから GPS 受信の強度、まあ、こういったものが見れるようになると、まあ、いうことになっております。なので従来のものに比べると少しですね、機能が増えたということが言えるんじゃないかと思います。で、またシステム設定というところなんですけど、これは言語設定、それが Wi-Fi ですね。Wi-Fi は 2.4G と 5G ですね。これから音声コントロール、音声認識コマンド、フォーマット。まあ、この辺に関しましては特に目新しいところというのはないかなと思います。また、ファイルに関しましてはアプリの方で管理ができるようになっておりますので、まあ、こちらで管理するってことはまあほとんどないとは思うんですけれども、まあ、こちらですとサムネイルで表示されない状況なので、やはりちょっと探しにくいっていうのがあるかなと思います。なのでやはりスマホのアプリを使って見る方がいいかなと思います。まあ、でもこちらの方でも確認するということができるようになっていると、まあ、いうことですね。で、これは全てのファイルということで、はい、こういう感じで見ることができると、まあ、いうことになっております。非常に充実した機能が備わっていると、まあ、いうことがお伝えできるんではないかなと思います。今回バントゥルのN2X、 それから今こちらに映っているのは S1 Pro なんですけれども、新しく備わった機能の一つとしてクラウドモジュールっていうものが今回新たに導入されるようになっています。で、これは日本ではまだね導入されていなくて、今回の N2X のレビューではまだご紹介できないんですけれども、まあ、これをですね使えるようになっているということです。はい、こんな感じで取り付けをするようになるらしいんですが、この USB-C ですね、これ筐体の部分、筐体側の USB-C なんですけども、接続をして、で、このクラウドモジュールっていうのがあるんですけど、まあ、そこから電源が供給されるような、そういった仕組みになっておるみたいです。まあ、こちらにですね SIM が、まあ、搭載されているということになっておりますので、おそらくパイオニアの NP1 と同じような方式を取られるような感じになっていて、バントゥルもウェブサイト上で、まあ、クラウドを設けていて、で、アクセスできるようになっていて、データも一括管理ができて、携帯のアプリ上でも遠隔操作ができる、駐車中も車の状況っていうのをリアルタイムで確認するということもできるようになるんじゃないかなと思います。まあ、そうなりますとね、注目できる機能になってくるんではないかなということがですね言えるかなというふうに思います。はい、ということで今回なんですけれども、バントゥルより新しくリリースされました N2X、 こちらは一体ものの2カメラタイプモデルになるんですけれども、ご紹介をさせていただきました。これねすごく使いやすくて、前だけつければ前と後ろと収録ができるようになっておるんですけれども、まあ、前の収録に関しましては、まあ、申し分ないというふうに思います。解像度も非常に高くて、バントゥルらしい高画質で高精細な映像を収録することができます。この車内カメラに関しましても、まあ、リアカメラは今回ついていないんですけれども、
特に駐車監視をする際なんですが非常に有効的でして、この左右のガラス、またリアのハッチからのガラスから外の車の周囲の動きを収録することができるということで、車の周りで何が起きているのかっていうのがですね、すごく分かりやすい車内カメラになっているということで、これはね、あった方がね、いいかなっていうことを正直思った次第になります。ただ、リアカメラがね、ついていないということで、まあ、ハッチの外側をより明確に収録をしたいということなのであれば、S1 Pro は車内カメラがついていないモデルで、リアカメラだけがついているモデルになっておるんですけれども、やはり両方とも欲しいということなのであれば N4 Pro 以上の製品をまあ導入するということが非常におすすめできるのではないかなと思います。ただもうすでに他のドライブレコーダーがついていて、フロントの映像、車内の映像だけ撮れればもう十分だよという方にとっては、この N2 Pro というのはですね、非常にうってつけの製品になってくるし、また今後クラウドモジュールが導入されると思いますので、まあそういった意味においては非常に駐車監視をするという意味においてはですね、非常にうってつけなドライブレコーダーになってくるんじゃないかということで、皆様にですね、おすすめできる製品の一台になり得るということをですね、今回お分かりいただけたんではないかと思います。こちらの製品の詳細なんですが概要欄の方に貼ってございますので、ぜひ興味のある方は一度ご覧になっていただけますと幸いです。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。